田代沙織は、日本のタレント、アマチュア落語家、ファイナンシャルプランナー、行島企画室所属。本名は、柳谷沙織東京都板橋区高島平に、落語家で、社団法人落語芸術協会理事の桂歌春の、娘として生まれる。板橋区立高島第三中学校、東京都立小石川高等学校を経て、2006年3月に、 共立女子短期大学文科第一部を卒業。以後は、謎かけクイーン、世界初の落語ができるアイドル、落ちドルをキャッチコピーに、タレント活動の傍ら、父親を師匠として、落語家としての活動も行い、プロ落語家が出演する複数の落語会に登場している。ただし、サオリ自身は、落語芸術協会には属していない。講座では、成長、 江戸前の古典落語を聞かせ、2008年3月19日には国立演芸場に出演した。2015年10月28日、中学時代の同級生で不動産会社に勤める男性と年内に結婚することを発表し、11月25日に婚姻届を提出。2019年8月20日に放送された TBS ラジオ。 行島博市のおはよう定職一直線にて、第一子妊娠を発表した。2020年1月17日、長女を出産。ファイナンシャルプランナー2級、FP 技能士、眼顕準1級、木付教授免許状、ニュース時事能力検定2級、江戸文化歴史検定3級、書道2段、手材2級、英検、準2級、SDGs 検定。 アロマテラピー検定1級、エレクトーン7級、乗馬ライセンス5級、エコ検定、富士山検定3級、戦闘検定4級の資格を持っている。趣味、特には落語、謎掛け以外にも読書、ダンス、映画鑑賞、キックボクシング、サッカー観戦など、特にリオネルメッシのファンである。非常に滑舌が良く、ハキハキとした喋り方が特徴。弟は、 自主映画監督、テレビ番組制作スタッフの田代直也、テレビ CM ラジオ CMCDDVD、ありがとうございます。